お、みんな集まってるわ。ショーン君、エリアゾロへ旅立つ準備はできたかな？待って、すぐにの話を聞きたい。急かすつもりはないが、早く行きたくてたまらないよ。エリアゼロだっけ？早く行こう。行きたい。すぐ、やけに静かなの。大丈夫かな？負けた後はあんなに取り乱してたのに。もう伝説のポケモンってだけでそれでいいやってなってるもん、今。非常によろしくないよ。エリアゼロで旅立つ準備はできました。行きましょう。よし、いよいよ出発できるね。ゼイユ君、スグリ君、体調は大丈夫かな？私は平気ですけど。俺も大丈夫だよ。だいぶ落ち着いた。そっか、よかった。やるべきこと分かった。だから大丈夫。エリアゼロで伝説のポケモン見つける。絶対見つけないと。ああ、その息だよ、スグリ君。それでは行こうか。ブライア先生も完全にすぐに利用するつもりなんだよな、この様子だと。そもそも北上の里ですぐにが闇落ちするのも見越した上で連れてきてた可能性あるもん。久しぶりだな。ブルーベリー学園に来る前以来か。ここが、これこそが、夢にまで見たエリアゼロ。何よこれ、すっごい。あやじゃあ。方言出るのに久々なんだ。ショーは前に来たことあるんだよな。仲間と来たよ。仲間。あギャス、あの時はミライドンも怖くて出てこなかったからな。いや、びっくりした。もう、なんとかドンだっけ？あんたね、でかいのよ。そんなん言っても、ライトポケモンだから。君もメンバーだったんだね。君がエリアゼロで見つかったと言われてるポケモンだね。この子もとても気になるが、今回の調査で確かめたいのはエリアゼロの最深部。そのさらに奥なんだ。ゼロラボより奥ってことですか？ヘザーの手記によると、彼は最深部からさらに下へ降りた。最深部って一番下って意味じゃないんだ。まさに同じことを突っ込もうとしたわ。不思議なことにね。ただし、そこへの道筋も行き方も全く覚えていないと記されている。ヘザーを信じるなら、きっとエリアゼロのさらに下に知られざる空間があるはず。取り急ぎは最深部、ゼロラボテーラに向かおう。ショーン君、先導頼んだよ。はーい。はい、到着でーす。こちらですよ、以前の最終決戦は。何ここ、すっごいテラス池みたい。おそらくゼロラボかな。桃高さんが教えてくれた外観の様子と一致している。ここが最深部？まあそうっすね、一応最深部っすね。ある意味そうで、ある意味違う。かつてエリアゼロ観測隊が到達した最深部はここ。そしてゼロラボ内の下の階には用途不明の謎の部屋があるとのこと。だが私が行きたいのはそれよりももっと下なんだ。よかった、タイムマシンの話はしてないんだ。よくわかんないけど、そのゼロラボっての？入ったらいいってこと？でもドア閉まってる。ん？本当ね。ショーンどうすんの？前に入ったことあるんでしょ？パネルを操作でロックを解除です。なんかスパイみたい。わやかっこいい。もう髪型戻せよお前。なんでもない。でも、ゼイユが嬉しそうで嬉しいわ。では、ショーン君、会場を頼めるかな？ここの冒険です。すぐにが元に戻っていくんだ。パネルでロック解除、いいな。あ、別に、なんでもない。ゼロラボってより、あれは名付けてテラスラボね。パネルを操作して会場を頼めるかな？了解です。すぐに君、一緒にやろうよ。会場しない？おいで。やり方教えてあげるよ。ゼロラボのゲートを開きますか？はい。長期間認証されなかったため入り口がロックされました。やべえじゃん。ID もう持ってないよ。どういうこと？動かないの？以前は開いたのだよね。何か条件が違うのだろうか。4つのロックですかね、多分ね。なるほど。事前準備と中にいたもののフォローがあったのだね。
え？青のディスクの反応を検知しました。青のディスクの反応を検知しました。うわ、なんか喋ってる。青のディスクを挿入するとアクセス権が拡大されます。青のディスクを挿入してください。ただの機械音声よ。技マシンマシンと一緒じゃん？青のディスクとは一体？ブライア先生に渡そうと思って預かっていたものです。おもだかさんが持たせてくれた謎のアイテム？面白そう。私が許可するわ。ショーン、やっちゃいなさい。まあ、やるぜ。お前に言われなくてもって言いたい気持ちだけど、そんなことはない。よし、ゼユに免じて使ってやろう。青のディスクを挿入してください。青のディスク認証完了。ゼロラボ内エレベーター行き先をゼロ対空洞に変更しました。お、開いていく。開いた。開いた。だった。入るわよ。前はあそこからポケモンがいっぱい出てきたんだよな。伝説のポケモン中にいるのか。早く入るわよ。あんたが先頭ね。おもだかさんから預かったディスクが鍵になるとは、輝かしいサプライズだね。この先にもきっとあれはいるんだろうな、キラフロールは。久しぶりに来たなぁ。チェー博士にまた会えたらいいんだけどな。お、なんだ？何？ねえ、暗すぎよ。頭ぶつけたんだけど。後先考えず走るからだよ。すぐ、あんた。ちょっと元気出た？うるさいな。先生は？あっちでめっちゃ物色してるわ。誰かの写真とかあったし、じっくり見ちゃダメでしょ。ふーん、倫理的じゃん。お前そこら辺荒らしたらマジ許さんぞ、ブライア先生。ペパーの大事な場所だからな。先生、エレベーター、下、行けそう、下、下。下とね？そこに反応するの。おお、このエレベーターで例の部屋に行ったのかな。そうだったかな。ちょっと記憶にないな。急に忘れっぽくなったのか。エリアゼロの影響だろうか。君に情報を伝えちゃいけないだけなんだ。早速降りてみよう。早く降りてみよう。話聞いてるとあんたって大冒険しすぎじゃない？そりゃ肝も据わってるわ。まあな。楽しい冒険だったよ。よいしょ。こっちか。ああ、なんてすごい。どんどん下へと降りているね。そりゃエレベーターですから。結構スピードあんのね。浮遊感あるわ。あのさ、ロック解除したあのパネル、エレベーターの行き先がどうとか言ってなかった？なんか言ってたかも。行き先を変更だっけ？ゼロラボ内のエレベーターは1機だけ。今乗っているものが該当するだろうね。つまり？ふふふ。私たちは一体どこへ向かっているのだろうね。すぐにそこに関してはあんまり聞かないでくれ。内緒なんだ。特にブライア先生の前では内緒なんだ。しかしこれあれか、流れ的にはまたすぐに隠し事をしてる感じか。お、おお、おお、めっちゃ綺麗じゃん。上からも結晶が。ここがエリアゼロのさらに奥？ああ、データ上では先ほどよりもっと仮想に位置しているよ。以前の到着地点よりさらにエレベーターが下に降りたのでは？めっちゃ嬉しそう。エリアゼロでさえ驚きなのに、もう何が来ても驚かない自信あるわ。ね、ねえ。これ何？膨大な量の研究データが。読まなきゃ。おお！なんでこんなとこに机が？おお、これは、かの有名なフトゥ博士のレポートだ。待て待て、それ俺にも読ませろ。エリアゼロよりさらに下層には巨大な空洞が存在しており、その最深部にはテラパゴス、ゼロの秘宝が眠っている。
その体は結晶体となり外敵から身を守っている。目覚めるには少し時間が必要そうだ。テラパゴスの影響であろうか、大空洞内では地上では見たことがないテラスタル現象が起きている。すべてのタイプを宿したテラスタル、僕はそのテラスタイプを仮にステラと呼ぶことにする。テラパゴスがゼロの秘宝結晶体となり眠っている。そしてステラとは一体、ああ、なんて輝かしい。ヘザーが記していないことがこんなに。この書類がすでに宝の山だよ。こんな謎空間でよくあんなに騒げるわね。伝説のポケモンテラパゴス、ゼロの秘宝、早く奥行こうよ。まだ読み足りないが、うむ、そうだね。真実は自らの目で確かめてこそ意味がある。注意しながら進みましょう。あのディスクは帰り際に思い切り調査するとしよう。早く行こうよ。すっごい地下だからちょっと空気薄くない？俺は先にこのディスクを見るよ。資料が散らばってる。読んでみようか。ゼロの秘宝ステラと呼ぶことにする。他にも読んでみようか。ゼロの大空洞、エリアゼロよりさらに仮想、ゼロの大空洞と呼んでいる。この空洞が形作られたのは地層から推察するに約200万年前。空洞ができる直前まで無数の何かが穴を埋め尽くしていた形跡がある。陥没の深さは約1000メートル。何度も崩落を繰り返した跡がある。原因はおそらく地殻活動や雨水、地下水による浸食。最後に最大の崩落が起きた後、現在まで地形は安定している。今地形は安定してるんだね。秘宝を調査中に転移、気温湿度から察するに文献で読んだ東方の地だ。硫黄の匂い、高い場所、池の付近に出会った子供から白い本を。どういうこと？どういうこと？転移したの？となるとヘザーも転移したってことか。ヘザーも転移してなんか誰かに出会ってたよね。東方の地に、北神の里に転移したのか。え、もしかしてさ、オーガポンと一緒に来た大男って博士だったりする？さすがにそれはないかな。お、見るからにテラパゴスがいそうな雰囲気があるが違うのかな。何これ、結晶でできた花みたい。道塞いでんだけど。これじゃ進めない。あんたのなんとかどんでぶっ壊せないの？どうだろうな、壊す系のやつは。いわくだき的な秘伝技は覚えてないぞ。待て待て、待ちたまえ。おそらくこれはテラスタルエネルギーそのもの。強引に破壊すれば何が起きるか予想できないよ。じゃあどうすれば？ん？お、何？って。こんなところにもポケモンが？あ、テラス池、あ、そうか、硫黄の香り、そうか、テラス池に飛んでたんだ。なるほどね。そこにいた子供から白い本をって、オーガポンが白い本をあげたのかな。どうなんだろう。それになんだ、不思議なエネルギーを帯びている。ちょっと離れて、先生、戦えないんだから。すぐ、うん、ショーン、任せた。すぐにでもいいよ。すぐにならやれるっしょ。俺が戦わなくても。キラシチュー。やべ、ラプラスだった。まあ、いっか。どういう王冠になるんだろう。かっこいい。この王冠になるために他の王冠がみんなダサかったならまあ許すよ。なんだあのエネルギーは。もしやあれが。あ、でもやっぱ元のタイプのままなんだね、この感じだと。溶けるんじゃないよ。まあ、溶けても波乗りは当たるけど。捕まえれるかな。ステラタイプのポケモンってボール投げてもいいの？投げれないか。じゃあ倒しちゃおう。めっちゃ溶けてるけど、ごめんな。特殊型なんだわ俺のラプラス。倒すより捕獲して研究した方が良かったと思うけどな。ショーン、お疲れ。あ、近くに、対応するポケモンがいるってことなのね。うわ、消えた。光ってるのにいなくなったら、結晶の花も消える感じ？やはり先ほどの、あれがテラスタイプステラ、すべてのタイプの力を発していた。つまり、もしかして、今のがゼロの秘宝ってやつ？ん？違う。とは言い切れないが、博士のメモにはゼロの秘宝は結晶体で眠っている、そう書かれていた。
先ほどのキラフロロはテラパゴスゼロの秘宝ではないはず。奥まで行けばわかる。行こう。向こうの光るやつと合わせば道開けるんじゃない？なんとかどんな崖とか飛び越えてきなさいよ。はーい。光るやつ近くにいれば俺が倒すのに。倒してよ。ここにも結晶の花が。大気中のテラスタルエネルギーが飽和し結晶しているのか？ちょ、すぐにもさ、俺がミライドンに乗せるから一緒に行こう。君が今度活躍してよ。君いつも現場にいて活躍してないからさ、オーガポンの時も。それが良くなかったんだよ。多分ワンパンするからわからんぞ。オーバー。ラプラス最後に仲間になったからさ、活躍する場面がなくて困ってたんだけど、ここのステラ狩りでめちゃくちゃ仕事してくれてるな。よかった、仲間にしといて。もうさっさとストーリークリアしろみたいな、そういう感じをする、そういう感じがする。これであそこの結晶が崩れるわけね。あ、ゼイユが拍手してくれた。あざす。でかしたワーション、結晶消えたわよ。あざーす。じゃあ行きましょうか。あの子、ミライドンだっけ？やるじゃん、ひとっとびね。名前覚えてくれたゼイユ、優しい。この調子で進んでいきましょう。行きましょう、行きましょう。ここ、鬼ヶ山より入り組んだ地形だな。地形には調理するんだよ。落ちても助けられないからね。また決勝。岩っころのくせに私を止められないって生意気。光るやつどこにいんのよ。ちょっと探してきますね。バビラブビラ。そんな鳴き声だったんだ。あ、よく見たらこの宝冠テラパゴス乗ってんじゃん。なんか急にかっこよさがなくなったわ。どうしてくれんのこれ。多分タイプ変わらずにっていうやつなんだろうな。あの弱点タイプとか4倍弱点残したままになるけども、その代わり全部の攻撃がテラスタル乗るみたいな、そういう感じじゃない？今のところおそらく。扉が開きました。ショーンくん、進路が現れたよ。あ、はい、あざーす。 FF11 のステージっぽいさ、ディシディアでこんな感じのマップがあったような気がする。何度もすまないね、礼を言うよショーンくん。進むほどテラスタルエネルギーの濃度が高くなっているようだ。先を急ごう。はーい。先を急ぐと見せかけて、先生危なっかしくて目離せない。素晴らしい、至る所からテラスタルエネルギーが溢れているね。ゼイユがヒント用に立ってくれてる。服が濡れちゃうから水辺の探索は任せたわよ。ライドポケモンいねえのか、水辺用のよう。お、あそこにいるのは誰だ。巨人王か。またラパラスの番。めっちゃいいね、結晶化した木。ここ大好き。ここで新しい写真を撮りたいな。すげえ綺麗。めっちゃいいな。ゴゴゴゴゴ。はい、ラプラスが何とかしてくれるでしょう。何せ相手は物理防御がバカほど高い岩タイプだけど、特殊ならそこそこ削れるはず。王冠にテラパゴス乗ってるの超微妙だな。気づいてしまってからすごいがっかりだわ。今度すぐに教えに来てくれるのかな。ほら、次すぐの番、ショーン呼びなさいよ。俺が言ったって嬉しくないでしょ。
いいから早く。もうすぐに髪型戻せよ。おーい、先進めるよ。嬉しいに決まってんだろお前。すぐによ、すぐにも嫌われちゃったと思ってるだけなんだろうな。この様子だと全然嫌ってないから。ほら、すぐなんか言うことあるんでしょ。いや別に、ショーンに頼りっぱなしだなって思っただけだよ。先行かないと。だから俺すぐりにも任せたいと思ってるんだよ。次のテラスタルポケモンくらいすぐりがやってよ。素直じゃないわね。ははは、輝いてるね。言っとくけど、あんたがいない間私たちも戦ってんだからね。おかげで私もポケモンたちもボロボロ。もうヤバそちゃしか戦えないから、何かあったら助けなさいよ。ちょっと俺のカバンにはアイテムが無限に入るから余裕なんだけど、なんでそんな状況になってるの。せめてブライヤ先生、回復アイテムいっぱい持ってくるから意識。めっちゃ綺麗な場所来た。テラスタルオーブが反応してる。本当だ、私のも。凄まじいほど濃度の高いテラスタルエネルギー。テラスタルが暴走しそうだけど、この奥から放出されているのか。やっとゴール地点、ゼロの秘宝。あ、待ちなさいよ、早く見たい、バイオレットブックの真実。先生まで、やれやれって感じ。私たちは余裕感出しながら行きましょう。そうしよう。こんな綺麗なところを見たってね、先なんて全然気にならないし、こんな綺麗なトンネル通ったってね、先なんて全然気にならないし。あ、ちょっと待って、ロトムフォンで自撮りしようと思ったらダメだった。時間が。うわうわ、すげえ綺麗、めっちゃ綺麗。ここにいるのか、テラパゴスが。今のところいる感じしないけど。すぐりが血まなこになって探してる。何ここ、ずいぶん雰囲気違うわね。ゼロの秘宝どこだ。すぐりくん、あれだ、奥の柱に何かある。あー、いた、テラパゴスの頭っぽいものが。この石が秘宝。確認するので待ちたまえ、確認するので待ちたまえ。ゼロの秘宝さえ手に入れれば、今度こそショーンに勝てる。確認するので待ちたまえ。すぐ、あんたまだそんなこと言ってんの。姉ちゃんは黙ってて、俺はショーンが羨ましい。ポケモン強くて、どこへでも行けて、誰とでも仲良くできて、俺がずっと好きだったオーガポンにも認められて。すぐも頑張ったじゃん。姉ちゃんだって最初意地悪してたくせに、すぐショーンのこと好きだし。それは俺には何もないよ。血が滲む努力しても無駄だった、叶わなかった。俺にはもうこれしか、やはりその結晶しか考えられない。さあすぐりくん、ゼロの秘宝引っこ抜くんだ。このクソボケ先生が何とかしろや。話聞いてなかったのか、バカタレが。本当にこの先生は諦め、あ、掲げる、上に掲げる、間違いない、その結晶こそテラパゴスだ。先生、けしかけるの、マジ。あ、テレレレー、1ルピーを手に入れた。おお、テラスタルして生まれた。重そう。あ、鳴き声がもう完全にテラスタルの鳴き声じゃん。テラスタルする音が鳴き声じゃん。ああ、最初にショーンを見ちゃった。クソ哀れ。クソ哀れだよ、すぐに。あ、マスターボールを投げた。こっちだ。これはひどい。チャンピオンになったからもらったマスターボールをずっとね。お前、オーガポンの時のゼイユの話を忘れたのか。ポケモンの気持ちも考えなって。今のがテラパゴス捕まえたんだよね。鼓動がロケット弾じみてる。確かに。これでやっと、
素晴らしいよ、スグリ君。マスターボールを所持しているとは用意がいいね。これでいつでもテラパゴスを研究できるが、今ここでテラパゴスの力を見せてもらうことは可能だろうか。だってさ、ショーン。俺も試したくて仕方ないんだ。準備できたら始めようよ。そうきたか。なんて嫌な奴なんだ。よくわかんないポケモン戦わせて大丈夫なの？ああ、早く見たい、テラパゴス、その力。準備はいい？はい。位置さついて。テラパゴス何タイプなんだろう？覚悟はいい？今度こそ、ショーンに勝つ。ポケモントレーナースグリが勝負しかけた。すげえ、スグリのスグリ戦 BGM がテラスタルバージョンだ。行け、テラパゴス、ショーンに力見せてやれ。テラスチェンジ。おー、かっこよ。ちっちゃいんだな、テラパゴス意外と。滅びの歌は聞かんだろうな。これがゼロの秘宝の真の力？これなら勝てる。あ、シゲさん、こんにちは、いらっしゃい。今ラストボス戦です。待って、BGM がめっちゃいい。テラスシェル、功労輝かせ、鉄牌賞。こいつ常に今一つでやってくるのか。だるいな。でも大地の力ばっかりだ。あ、最初に受けた攻撃で。なるほどね、変幻自在の逆バージョンか。じゃあ水耐性になってるってことは、水とかになってんのかな。草とかになってるか。ファイアローを出せば勝てる気がする。しかも相手大地の力連打してるし。そう、何度も何度も攻撃受けんよ。あ、別に抜群ではないんだ。何タイプになってるんだこれ。水の波動、痛いっす。しかも混乱。トンボ返りで逃げようと思ったけどダメだった。じゃあ水の波動が来ると思われるので、どうしようかな。めっちゃ BGM がすげえ綺麗なんだけど、誰を出そう。大地の力持ってるからな。大地の力、水の波動。そういえば青の円盤入れたらニンフィアで金策ができなくなるって聞いた。あ、そう、あれだね。学校最強大会のポケモンたちが強くなるらしく。あ、そっか、水の波動、どっちにしろゴルーグに抜群じゃん。痛い痛い痛い。しかも急所に当たった。じゃあゴルーグダメだわ。水の波動が来るから、誰で行こう、誰で行こう。ウッドホーン行くか。回復すればええやろ。よしよし。BGM がめっちゃ綺麗なんだけど。久しぶりにテラスタルだ、オーガポン。いい火力だ。テラパゴスの力はこんなものでは。何か条件が足りていない？これでとどめじゃ。オーガポンもスグリを止めたがってるよ。こうじゃないだろう、お前は。
テラパゴス何ボールに入れよう。なんで？テラパゴスさえ、ゼロの秘宝さえあれば、強くなれるんじゃないの？ショーンに勝てるんじゃないの？お前はバカか？そんなポケモン一匹で強くなれると思ってんのか？すぐ、いい加減もうやめ。やはりおかしい。テラスタルエネルギーの出力が低すぎる。バイオレットブックに描かれた姿と違うのも気にかかる。もうやめろよ、ブライア先生はよ。テラパゴスはゼロの秘宝じゃないってこと？いや、足りないのか？秘宝足り得る条件が。そうか、テラパゴスはテラスタルエネルギーそのもの。すぐり君、今すぐテラパゴスをテラスタルしたまえ。テラスタルオーブのエネルギーに呼応して、秘宝は秘宝たる輝きを発するだろう。わかった。マジで生徒で実験させるなって感じなんだけど。やはりバイオレットブックは正しかった。テラパゴスが完全に目覚めた姿、これこそがゼロの秘宝。上に乗るんか。亀が三段に乗ってる。あ、ありがとうミライドン、出てくると思ったよ。やばいよ、すぐボールに戻した方がいいって。うん、戻れテラパゴス。あー、シールドが、え、ボール壊れた。え、戻らない、どうし。こんなテラスタルエネルギーがめちゃめちゃあるところにやったから、人間の支配を離れてんのか。エネルギーが暴走している。このままでは危険だ。すまない、みんな、テラパゴスを止めてくれ。お前もなんとかしろ、お前のせいだぞ。ねえ、すぐも早くテラパゴスなんとかしないと。こんなはずじゃ。違う、俺のせいでこんなことに。シールド貼られた。捕まえれないよそれは。ありがとうエバサちゃん。どうするんだ、何タイプか分かんないよマジで。滅びの技効かないだろうな。テラクラスター、全体攻撃かよ。めっちゃ綺麗な技、俺もこれ使いたい。ありがとう。あ、BGM 聞きたい。ダメージを軽減するバリアか、テラスタルが有効かもしれないよ。やばいやばいやばい、これは鉄の武人を出そう。博士の切り札で。あ、急所に当たって、この威力。BGM が熱すぎる。やばいやばいやばい。今だ君たち、テラスタルで反撃だ。テラスタルできるようになったけど、この HP じゃやばいだろ。一回回復しよう。背景が崩れてきてる。あんまりゆっくり、あんまりゆっくり戦ってる暇がない。
お前死ねえの続きとか待ってんの、死んじゃうじゃん。よかった、ヤバサちゃんに行った。ヤバサちゃんやられちゃった。何これ強すぎなのよ。フトゥー博士が残したこの鉄の武人と俺でテラパゴスを止める。よし、シールドはげたか、まだか。よし割れた。猛攻に耐えきれず体勢を崩した。テラスタエネルギー吸収された。ひどい。テラスタエネルギーを吸収した。テラスタルの力でテラパゴスのタイプが変化した。あれほどのバリアをまたエネルギーを吸収し再展開したのか。すぐあんたも戦いなさい。ショーンだけ頑張ってるじゃん。むん、無理だ。俺なんてできっこない。あのバカヘタレが。ちょっと今防御下がってるんだよな、俺の鉄の武人な。あ、消えてる。よかったよかった。じゃあムーンフォースを入れていこう。試練の頭突きだよな。そうだよな。うわ、いって、これ以上は無理だ。誰を出そう。試練の頭突きだろ。こんなにエスパーに弱いパーティーだったっけ。俺の悪タイプがいないってきついな。一回マイナンを挟んで時間を稼ごう。多分大地の力持ってるだろう。テラクラスター、大地の力、思念の月、水の波動か。うわ、急所最悪。ごめんマイナン、クッションにできなかった。元気の塊を、元気のかけらをマイナンに入れ、めっちゃエスパー技連打じゃん。でも耐えれるから今のうちに味方を回復していこう。あー、ラプラスありがとな。これを食らえ。サラスタネエネルギー溜まるまだどれくらいだ。今だショーンくん、再びテラスタルで輝けるよ。了解です。今度は北上の里で選んでもらったこの力で行くぞ。オーガポン、テラパゴスを飛べるんだ。いけー、おりゃ。またお面の力を奪われた。またもやエネルギーを吸収した。そう何度も可能とは思えないが。すぐショーンが大変。ねえ、あんたも頑張んなきゃ。でもダメだ。俺なんか
すぐにいい加減にしろ。来た、目に光が宿ってる。行くぞすぐに。そうだ、一緒に戦おう。ショーン、俺も戦う。もうほんと遅いのよ。二人で全部なんとかしなさい。大丈夫、俺がこのすぐにのカミツオロチがいるうちに勝ってみせるから。あ、抜群じゃん。水タイプになってんの。またテラクラスターだ。耐えろよ。いいねいいね、これならいけるわ。水飴ボムでも抜群になってるじゃん。草タイプが抜群、あ、そかそか、ウッドホーンも今抜群だったもんな。はや、あ、やばい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 。テラスタルできる。行くぞすぐに。お前が大好きな鬼玉の力だよ。二人でこの子を救ったんじゃないか。行くぞオーガポン。よし、体勢を崩した。またシールド、なんかシールドの張り具合が、エネルギーの吸収やバリア再展開は不可能のようだね。後期だよ、私が許可するわ。やっちゃえあんたたち。これでとどめだ。いけえ、砕けろ。今ならボールに入るかも。捕まえないがあるな。今ボール何があるっけ。捕まえるけどさ、ショーになら任せられる。けっぱれ。何ボールにしよう。ウルトラボールか。ウルトラボールにしよう。やったー、テラパゴスを捕まえたぞ。終わったの？みんな無事かい？大丈夫です。先生の心配はしてやらんぞ。それはよかった。本当に。私のせいでみんなを危険な目に遭わせてしまったね。本当だよ。本当に申し訳なく思うよ。それは本当にそう。先生、テラスタルバカなんだから、もっと大人として自覚しなさい。返す言葉もないよ。俺も良くなかった。ずっとショーンに憧れてて、ずっとずっとショーンみたいになりたくて、焦ってたんだ。でもやっぱり、俺には無理だ。やっと諦められる。かっこよかったよ。
髪型はダサいけど。そんなこと。うわぁ。たく、本当にバカな弟なんだから。やっと素直になれたじゃん。ゼイユも泣いてるやん。さぞや怖かったろうに。それでもみんな輝いていたね。さて、最終的にショーン君がテラパゴスを捕まえたことだし、エリアゼロ調査は終了だ。ブルーベリー学園に戻るとしよう。泣きながら歩いてる。たく、本当に大変だったわ。すぐに髪型戻って、お願い。戻すか戻さないか選ばせて、戻すから。やっと帰ってこれたわ。澤瀉屋さんに連絡。いや、出版社が先か？ショーン。俺、リーグ部のみんなとか、迷惑かけた人にちゃんと謝りたい。ショーンにも。ごめん。だから、また、その、やり直したくて、ゼロからまた俺と友達になってくれる？長い兄弟喧嘩だったね。本当にね、兄弟喧嘩じゃなかったけどね。おーい、あんたたち置いてくよ。すぐに髪型戻せ。いやー、スグリとゼイユの物語だったな。楽しかったー。お、新しいエンディングだ。リミックスバイトビーフォックスじゃん。すげえな。だから曲入れてるんだ。サビがあった設定なんだな、あれな。分かんなかったよ。エンドって出ないの？スクショ撮っとくか。来たー！お祭りでの写真もここにあるじゃん！あの時記念撮影したやつ。ここで使うのか、めっちゃ良かったー。はーい、何でしょうか。放送室より生徒のお呼び出しです。グレープアカデミーよりお越しのショーンさん、ドライヤー先生から連絡です。1-4の教室へいらしてください。テラストラに関する大事なお話があるそうです。